オレネキアンは国際総除委員会によって定められた地質学用語である地質時代名の一つ。約2億5120万年前から約2億4720万年前に当たる前期三条気候期である。前の期は前期三条気前期、インドゥアン、続区期,期は中期三条気候期のアニシアン。模式地は北部シュベリアのオレニオク川盆地に位置する。 オレニョークキとも呼ばれる。オレニョークキザハシやオレネキアンガイという表記もあるが、カイトは時代を示すものではなく、地層に対して当てられる単位であり、創除名、カイト、地質時代名、キは、イを成す関係である。詳しくは、類題を参照のこと。オレネキアンキザハシは1956年に、ロシアの創除学者が初めて学術論文でその後を登場させた。かつては、 後期、オレネキアンに相当する時代がカナダエレスメア島に、模式地を持つスパシアン期、前期、オレネキアンと後期、イングアンに相当する時代がヒマラヤを模式地に持つ、ナンマリアン期とされていた。現在では、スパシアン期は、オレネキアンの秋とされ、ナンマリアン期という語は使用されていない。ラシ植物のオールナヘタラファラ海生爬虫類の、チャオフサウルス当時の生物は深刻なペルム期末の、 大量絶滅から回復する途中であった。オレネギアンの間に植物症はプレウロメアなど日陰のカズラズナが支配的であった状態からラッシュ植物とシダ植物門が支配的な状態へ遷移した。この変化は世界規模で気温と降水量が変化したことによる。ラッシュ植物の休暇植物門は中生代の大部分において支配的であった。 オレネキアンの間に陸上脊椎動物では主流類が祖先にあたる主流系類から進化した。このグループにはエリスロスクスのような捕食動物もいた。海洋ではマイクロバイアライトの章が前期三畳期にありふれており、これはおそらく大量絶滅の結果、増殖性の構成動物との競争がなかったためである。しかしオレネキアン期でも環境条件次第で、 抗生動物による賞も一時的には形成されていた。アンモナイトやコノドンとは多様性を増したが、いずれもスミシアン、スパシアン教会の絶滅事変に影響を受けた。上ナは、ペルム期末の大量絶滅からほとんど影響を受けておらず、多くの族は、インドアンキとオレネキアンキで、世界的な分布を示す。アガネランマやワントゾサウルスといった、海生分子イメは、 インドアンイとオレネギアンイで幅広い地理的レンジを示す。海生分子イメの化石はグリーンランド、スピッツベルゲン島、パキスタン、マダガスカルで発見されている。また、最初の海生爬虫類はオレネギアン期に出現した。中華人民共和国では約2億4800万年前の地層からカートリンカスが発見されており、 これは海に適応した後の魚流と陸生爬虫類をつなぐミッシングリンクであると考えられている。オレネキアン期にはスミシアン、スパシアン境界絶滅事変が起きた。この出来事の原因はおそらくシベリアトラップの噴火でアンモナイトやコノドントといった遠洋の遊泳性分類群をはじめ複数のグループの絶滅をもたらした。非常に多様な前期三条気群集の一つである。 パリ生物群は、スミシアン、スパシアン境界絶滅事変の後に堆積した。この生物群には少なくとも7問の生物、特に20目の後生動物がおり、内訳としては、海面動物のプロトマナクサーニーダ、ノ頭タマ類、甲殻類、オウムガイアコウ、アンモナイトアコウ、サヤカタチアコウ、クモヒトデズナ、ウミユリズナ、脊椎動物が産出している。 島根県西部の日原地域に分布する、加納足草群日原類層からは、幅広い時間的レンジのこのドンと化石が産出しており、スパシアン赤いから上部のオリアン外に至る。ありがとうございます。